こんにちは。歴ショックです。今回は、熊谷直実の生涯について紹介します。一ノ谷の戦いで、平家の若武者、平の敦盛と一騎打ちを演じ、後に武士を辞め、出家し、仏門の道に邁進した熊谷直実。地元の埼玉県熊谷市では、駅前に銅像が建てられ、小学校の歴史の授業でも取り上げられ、運動会では直実節として踊り継がれるほどの人気を誇っています。ただ、実際には、武芸一本で世を渡るも、移り変わる世の中に対応しきれなかった不器用な一面もありました。今回は、熊谷直実の生涯。鎌倉幕府の御家人から、中国地方の大名、毛利氏の家臣へと転じた熊谷氏のその後について紹介します。頼朝の御家人として源平合戦で活躍。熊谷直実は、現在の埼玉県熊谷市のあたりを領していた熊谷直実の子として生まれました。熊谷直実は、京都でインド御所の警備をする北面の武士であった平の盛方の子として生まれ、平の清盛の父である平の忠盛を襲撃した罪で処刑されたといいます。幼かった直実は、乳母によって熊谷まで逃され、後に、熊谷に所領を得たと言います。しかし、直実も若くして亡くなり、当時2歳だった直実は、叔父の公家直光に養われ、成長しました。直実は、叔父の直光の家人という立場にはなってしまいますが、保元の乱では、源頼朝の父、源義朝に従って、得意の弓で活躍したと言います。源義朝と平の清盛の戦いである平治の乱でも義朝側につき、義朝の子の源義平の下で戦いました。しかし、義朝らは敗れ、その後は、直実も源氏の下を離れ、叔父の公家直光の元に戻ります。そして、公家直光の名代として京都で働きますが、直光の家人扱いをされることに耐えられず、直光の元を離れ自立し、平の清盛の四男である平の智盛に仕えました。こうして、平家の家人として長年仕えた直実は、以仁王の挙兵により源平合戦が始まると、当初は平家方として戦うこととなります。当時、京都にいて平の清盛に東国の源頼朝の討伐を命じられた大馬鹿家に従って、直実も東国へ戻り、石橋江間の戦いでは大馬方として頼朝と戦いました。しかし、その後、頼朝が房総半島で勢力を盛り返すと、他の坂東武者同様に、直実も頼朝に臣従し、御家人の席に加えられました。その後、直実は日立の国の佐竹氏討伐で戦功を挙げ、熊谷の支配権を安堵されます。しかし、元はといえば、直実の保護者の立場であった公家直光は、直実に熊谷の地を奪われる格好となり、以降、直光と直実は、熊谷の支配権をめぐって激しく争うこととなります。所領争いを抱える直実でしたが、その後の源平合戦にも従軍し、ついに一ノ谷の戦いを迎えます。一ノ谷の戦いでは、源義経の奇襲部隊に参加し、日踊り越の坂落としと呼ばれる奇襲を敢行。平家の陣へ一番乗りを果たしますが、敵に囲まれ、危うく討ち取られる寸前まで追い詰められたといいます。次々と到着する奇襲部隊の活躍により、一命を取り留めた直実は、その後も敵を求めて浜辺をかけていたところ、豪華な鎧に身を包んだ平家の若武者を見つけます。直実は、若武者に一騎打ちを挑み、これを組み伏せますが、当時15歳だったこの熊谷直家と同じくらいの若者だったことから、一瞬首を取るのをためらったといいます。若武者は、自分の首を取れば誰かが自分の名前を知っているだろうと直実に首を切るように促し、直実は、その気概に感服し、泣く泣く首を取りました。後にこの若武者は、平の清盛の弟、平の常盛の子、平の敦盛と判明し、腰には、敦盛の祖父、平の忠盛が、鳥羽法皇から賜った笛があったといいます。直実は、若武者の首を取ったことに思うところがあり、出家への思いを強くしたと言われています。しかし、直実には、所領争いに端を発した訴訟の世界での戦いが待っており、武芸の腕だけで生きてきた直実は、新しい世の中の波に飲み込まれていくこととなるのです。
訴訟に敗北し、やむなく出家。源平合戦後の直実。頼朝に従う御家人として、自分の弓の腕だけで源平合戦を戦い抜いた直実は、その後の幕府政治に順応できず、苦労することとなります。直実は、1187年に行われた鶴岡八幡宮の北条への流鏑馬で、射手ではなく的立ちの役を与えられ、自分は弓の名手であるにもかかわらず、射手の従者がやるべき役である的立ち役をやるのは不服であると、これを拒否し、所領の一部を没収されてしまいました。当時、射手に選ばれていたのは、開元寺の武田信光や、三浦義澄の嫡男、三浦義村など、御家人の中でも大勢力の者たちばかりでした。直実にとっては、勢力の差こそあれ、頼朝の下で御家人はみんな同列だという意識があったことでしょう。ただし、現実は、頼朝をトップとし、有力御家人を中心とした支配体制が確立しつつあり、直実のような一介の武士と、三浦氏のような大勢力との間には明確な上下関係があったのです。この上下関係の存在を明確にするような、やぶさめでの的立ち役は、直実にとっては許せなかったものの、直実の行動は、武家政権の確立を目指す頼朝にとっても許せないものだったでしょう。さらに、直実は、叔父の公家直光との所領争いでも敗れてしまいます。もともと、両者の間では、長年にわたる所領争いがあり、1192年についに、頼朝の前で両者の口頭弁論が行われることとなりました。しかし、元はといえば、直実の保護者であった直光に分があり、自然と直実は不利になっていきます。さらに、武勇一辺倒で口下手な直実は、この不利を覆すだけの答弁をすることができず、最終的には梶原景時が直光を贔屓にしているため、自分の敗訴は決まっているも同然と、元取りを切り、蓄電してしまいました。これには、頼朝もあっけに取られたと言います。直実は、この訴訟事件の前後で出家していたと言います。若い平の敦盛を討ち取った時の葛藤もあったでしょうが、それ以上に、武勇と忠義だけで生き抜いてきた直実にとっては、大きく変わりつつある武家政権の世の中は生きづらいものとなっていたのでしょう。直実は、息子の直家に家督を譲り出家し、後に、浄土宗の開祖である法然の弟子になりました。当初は出家の方法すらわからないほどだった直実は、罪の重さに関わらず念仏を唱えれば極楽往生できるという法然の教えに感動し、仏門の道へ邁進します。法力坊蓮生と名乗った直実は、法然の出身地である美作の国に誕生寺を建立するなど各地に寺院を建立し、最終的には本領の熊谷に戻り念仏三昧の生活を送ったといいます。直実が熊谷に結んだ寄りは幽谷寺として残っており、最後は往生する日を事前に予告し亡くなったといいます。直実以降の熊谷氏、子孫は毛利家臣として活躍。熊谷直実の後はこの熊谷直家が継ぎました。直家は15歳の若さで父と共に一の谷の戦いで平家と戦っており、奥州合戦でも活躍し頼朝から称賛を受けています。承久の乱でも幕府軍として出陣し、後継ぎの直国は朝廷側の優勝山田重忠と戦い討ち死にしてしまいました。この時の直国の活躍により、後に直国の子の熊谷直時に安芸国に領地が与えられます。しかし直時と弟の熊谷助直との間に所領をめぐって兄弟争いが起き、熊谷氏はそれぞれ兄弟で所領を分割することになり、承久の乱以降拡大を続けていた熊谷氏の勢力は停滞することになります。直時の子の熊谷直隆の代には元寇が起き、東国の武士たちが本拠地を西国に移す流れができ、熊谷氏も安芸国に拠点を移します。直隆の孫の熊谷直常の代には始祖の地である熊谷から安芸に完全に本拠地を移し、以降熊谷氏は安芸国の勢力として行動するようになります。直常の代に後醍醐天皇による倒幕運動が行われ、直常は当初は幕府方として楠木正成らと戦うも、最終的には足利尊氏に従い六波羅探題攻めに加わります。
南北朝の戦いでも足利尊氏に従い、南朝側についた一族を討伐し、長年分裂していた熊谷氏の勢力の統一も果たしました。直常のこの熊谷直明の代には九州短大となった今川良春に従って九州で戦いを続け、熊谷氏の勢力を拡大します。さらに室町幕府三代将軍の足利義満と西国の大大名大内義弘が対立した応永の乱では、幕府方として大内氏討伐に出陣しています。しかし一連の戦いで熊谷氏の勢力も拡大しすぎてしまい、全国に所領を持つ熊谷氏の勢力を危険視した足利義満によって熊谷氏は追討対象とされてしまいました。熊谷直明は南朝側に下ることで対抗しようとしましたが、安芸国中の足利方連合軍に攻められ、直明は討ち死にし、熊谷氏は没落してしまいます。この熊谷有直が給料の一部を与えられ、以降の熊谷氏は安芸守護の武田氏の配下として生きていくこととなります。しかし時代が戦国時代へと移り変わるにつれて、安芸武田氏の勢力も次第に衰え、戦国時代の当主熊谷元直は毛利元就の初陣である有田中井での戦いで武田方として戦い討ち死にしてしまいました。後を継いだ熊谷信直は娘を毛利元就の子吉川元春に嫁がせるなど、毛利氏との関係を強化し、毛利氏の一門衆として重く用いられるようになります。熊谷氏は毛利氏傘下として活躍し、1万6千石の領地を有するなど、戦国時代を通して毛利氏の縁戚として活躍しました。熊谷信直の孫熊谷元直の代には豊臣政権傘下となった毛利氏の下で九州征伐や小田原征伐、朝鮮出兵などの戦いに参陣し、元直は豊臣姓も与えられています。しかし元直は黒田官兵衛の勧めでキリシタンとなり、豊臣秀吉や毛利輝元からの帰郷命令にも従わなかったため、輝元の布教を買います。関ヶ原の戦い後、毛利氏の本拠地となる萩城の築城を命じられた元直は、同じく責任者となった重臣の増田元長と蓄財の窃盗をめぐって対立し、キリスト教問題で毛利輝元と不和になっていたこともあり、輝元に差し向けられた軍勢によって一族もろとも粛清されてしまい、ここに直実以来の熊谷氏は滅亡することとなってしまいました。後に元直の孫の熊谷直貞が調布藩主の毛利秀元の庇護のもと熊谷氏を再興し、途中宍戸氏などから養子を挟みながらも熊谷氏は幕末まで続くこととなります。幕末には熊谷親直が倒幕派と対立する俗論派の一人として藩政の中心となるなど活躍し、この熊谷直貞は後の陸軍の英雄乃木希典と共に長州藩兵の指導にあたり、明治維新後は大蔵省に勤めるなど歴史に名を残しました。現在でも熊谷氏は続いており、熊谷直実の800回忌には熊谷の有国寺に全国から熊谷氏が集結するなど、その系譜を現代に伝えています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。